鹿島神宮の方によく行くんですね。まあドライブがてらで2時間か2時間半ぐらいかかるんで、まあちょうどいいドライブコースなんですよ。イタコの方で釣りとかもする、男なんで、その足を伸ばして鹿島神宮に行ったのがきっかけで、うん、ここ最近ちょこちょこ行くようになってるんですね。で、鹿島神宮の近くにおもちゃ屋さん、宝屋さんっていう、あの、古いね、あの、いいおもちゃ屋さんがあって、そこでこれ売ってたんで買ってきました。これ珍しくない？これダブルゼータガンダム当時の旧キットのガズエルガズアルですね。もう今なんかダブルゼータ系の旧キットは全然再販なんか書かなくなっちゃってるから、稀に見るキットだなと思って2つ買ってきました。最初に行った時に4つ積んであって、とりあえずまあ挨拶がてらじゃないんだけどさ、1個買ったんだよね。で1週間後にまた行ったらこのキット6個ぐらい積んであってでまたもう1個買ってきた。だからもしかしたら宝屋さん、あのガズエルガズアルのこのキットめっちゃ在庫持ってんのかもしれないですね。で俺このキット自体は触るの初めてなんだよ。でまだ開けてないです。今から初めて開封します。それでは開けてみます。バンダイ1986年メイドインジャパンって書いてある。1986年のキットだって。俺が生まれる3年前ですね、これね。あ、でもそんなもんなんだね、ダブルゼータ放送したのって。あ、こんな感じ。おー、やっぱ年代感じるよ、これ。これカメラで見えるかな？このステッカーがめちゃめちゃ汚れてシミが入ってますね。これステッカー貼れないんじゃないの？これ。もうカピカピになってるよ、多分。いい感じ。ランナーが白ランナー2枚のむき出しむき出しのグレーランナー1枚で、白ランナー3枚目とポリキャップが入ってますね。これの、うん、こんな感じの構成になってます。これグレー、ちょ待って、このグレーのランナーさ、もしかしてこっちもむき出しだったりしない？もう一個のこう開けてみるけど、あ、やっぱそうだ、こっちもむき出しでした。いいなー、このむき出しでランナー入ってんの、すげーたまんねー。はい、じゃあとりあえずね、1個だけ、付けに用意してちょっと見ていきます。説明書こんな感じ。ガズエル、ガズアル、機体解説っていうのがフロントに書いてあって、ワンブシードにビームサベル入ってるよとか、あとこの塗装パターン、塗装のカラーリング指定、デカールの貼る場所指定とかで、説明書、この中ですね、組み立て説明書はまあほんと旧キット水準ですね。ポリキャップをこの時代ぐらいからあれなんだよね、ポリキャップ始まったんだよね確かね。ゼータだっけ、ゼータの旧キットぐらいからポリキャップあったんだっけ。ポリキャップを挟んで各パーツ接着していって組み立てるっていうような方式になってますね。足とかなんかはこれ足首を先に組んで、でこの太ももと足首を挟んで真ん中を、なんだ、ダンスのすねパーツっていうのっていうところを挟み込む形になってるんで、後はめ加工ないし、まあ後から組むっていう、塗装だけ先やって後から組むっていう形になりますね。10個の工程で完成となってます。販売元株式会社バンダイホビーブ、まだ東京都の台東区駒ヶ谷にあるやつですねこれね。こんな感じで、多分このグレーのランナーに関してはここのこのなんていうの、キャラクター名のところ削られてるんだけど、そうだね、白のパーツにはガズアル、ガズエルって書いてあるけど、ここは書いてないです。これ多分あれだよね、ガルバルディベータ、旧キットのガルバルディベータのランナーをそのまま使ってるんで、一応ここ、ガルバルディの名前を消してあるっていうことなんじゃないですかね。最近のガンプラキットだとそういうのはないよね。全部こう流用してるランナーの、その元の商品名書いてあるんだけど、これに関しては丁寧にガルバルディの名前がツルツルに削られてます。そうなってくると、まあ、こうシールドとか、まあ、ビームライフルあたりはもう使わないよっていう説明かな。なんか、パーツ何々は使えませんって書いてあるけど、まあまあとりあえずこれももったいないからね、塗装して、なんか予備パーツとして取っとこうかなと思います。で2つ買ってあるから、まあ、とりあえずガズエルとガズアル両方作っていこうかなって感じかな。全体をシルバーに塗った上で、まあ、青と赤のパーソナル、カラーってところですかね、そこを後から塗っていくと、まあ、そういう工程になると思います。それではですね、塗装、まずはランナーからパーツとりあえず全部バチバチ取って、で組めるやつだけ組んじゃって、塗装の工程に移っていきます。はい、こんな感じでですね、ガズエルガズエルのこの赤と
青のカラーで塗り分けてみました。メインカラーは、こうちょっと反射してるからなんだけど、こうシルバーだね。シルバー一択、シルバー一発で、シルバー一発で塗って、で、まあ、このランスのところは蛍光イエローで塗ったり、まあ、ちょこちょこちょっとアレンジっていうか、あんまりね、ごちゃごちゃのアレンジしたくはなかったんだけど、こう緑色の何センサーカラーみたいなのをちょこちょことね、部分的に加えて、塗ってみました。で、墨入れもして、はみ出したところ、取ったりしたんで、こっから一回組み立ててみます。組み立ててみて、その後にデカール貼ったり仕上げ作業に向かっていこうかな。へい、両方とも組み立ててみました。接着が難しかったな。久しぶりにQキットを作りました。まあさっき言った通り、シルバーを全体に吹いた上で青とか赤とかそれ以外の色を塗った感じですね。で、一応あの塗装の工程の途中で光沢のトップコートは吹いてるんで、まあ別にこれで完成でもいいんだけど、もうちょっとブラッシュアップしたい感じかな。そうだな。あ、そう、これキットにさ、ついてたこれ、このデカールなんだけど、やっぱね、めちゃめちゃカピカピになっちゃってて、使えなくなっちゃってますね。なんで、ちょっとこのエンブレービングみたいなのは、今回省きます。ちょっと、妥協するわ。その代わり、なんだろう、こう、マーキング、コーションデカール、コーションマーキングみたいなのを、まあ、ポチポチと貼って、で、どうしようかなと思ってます、この後。ツヤ消し、あえてさ、これ今光沢状態なんだけど、ツヤ消しを吹いて、ウェザリング仕上げにしようかな。軽いウェザリング仕上げにしようかなとも今思い始めてるんで、ちょっと、デカール貼って、様子見てみますね。じゃあ、それでは、デカール貼り、やっていきます。その前にちょっとアップにして見てみるか。これこっちがガズ L だっけ？こっちが L だよな。そう、こっちが L。あ、違う。こっちガズあるか。俺今までこれこっちが L だと思ってたわ。あ、そう、右肩が立ってるからこれがガズ R なんだね。これがガズ L なんですね。左だから。レフトとライトで。じゃあこれちょっと見てみます。よいしょ。で、これですね。ポリキャップを使用したガンプラ Q キットでございまして。肩が、ポリキャップ接続になってて、このぐらい上がる。肘は90度いかないぐらいか。で、手首が回転しますね。で、ここ肘の部分で、前向きに、うわ、壊れそう。前向きにこうやって回るから、まあ、一応、前方向への腕のこのひん曲げも可能になってます。ここを回転させるんだけど、うわ怖えちょっとクリアランスを調整する人がありそうかな。で、まあ、ヒートランスがついてると。で、首なんだけどこれ回転するんだよね。微妙に回転してるのわかるよね。だけどこの胸の首周りの形とこの塩ビパイプを使ったパイプの再現によって全然首、回らなくなっちゃってますね。で、モノアイに関しては、ちょっと暗いけど、このモノアイに関しては、中で左右に向かっての軸があったから、顔に対してこういう風な角度をつけられたんだけど、まあ角度捨てたところで全然、表情変わんなかったんで、真正面向かせました。で、今回接着はしちゃってるんだけど、このビームサーベル2本に関してはですね、この柄の部分が若干こう、若干角度つくようになってますね。で、取り外して接続パーツがあるんで、まあなんつうの、フリーダムのビームサーベルみたいにこう両刃にすることも、できます。で、腰回転はなし、胴体は胸からスカートまで全部一体成形になってる。で、股関節はですね、微妙にここの軸がハの字に切られてるから、まあ、若干足が歯に開くようになってるんだけど、まああんま動かないかな。スカートが動かないんで、前可動、後ろ可動もまあこんぐらい、ふっとこう、ちょっとボール蹴っ飛ばすぐらいの角度しか動かないですね。で、ちょっと腕取っちゃうね。膝に関しては、はい、全然動かないです。こんぐらい。いいね、キューキット感溢れますね。90度動かないですね。45度ぐらいかな。で、足首はね、一応こういう風に微妙に前後ろ横に動くんだけど、後ろはそんなに動かないかな。やっぱり可動範囲は足に関しては全体的に狭めの形になってますね。可動範囲としてはそんなもんかな。こんな感じです。
後ろ側はこういう風になってます。たださ、いいよなこれ、久しぶりにこうやってキューキット作ったんだけど、結構さモールドしっかりしてんだよね。いいよねこのなんかシンプルかつこの無駄のないモールドの入れ込みを、これがたまらんですね。うん、すごいかっこよくないこれ。やっぱさキューキットってさ、キューキットってさ、ほんとこのなんていうの、いいよねこのおもちゃ感がさすごい出てるじゃない。いやこれ最高でしょ、これ塗って化けるよなキューキットっつうのは。いやかっこいいわ。あーね、なんか最近さガンダムベースとかでさキューキットの再販とかよくあるけどさ、こぞってファーストガンダムの最初のガンダムのキューキットばっかなんだよな。あの MSV とかさゼータ系のキューキット、まあかなりあの需要は限られるんだろうけど、そこら辺もね再販してくれとかなり激アツなんですけど、まあ叶わない夢かな。まあというところでガズ L ガズあガズガズ L ガズ R です。では、デカール貼りやっていこうと思います。はい、こんな感じでガズ L とガズ R 完成させてきました。とりあえずこれで完成って形にしようかな。ガズ R をちょっと手に取って、見てください。一応ですね、さっきの状態と比べてこういう風にマーキングですね、マーキングデカール、転写デカールをポチポチと貼ってみました。で仕上げはグレートーンの艶消しを拭いたんで、まあ、あの先に拭いてた光沢と相まって、まあ、いい感じのしっとりめの、うん、なんか適度な艶感が出たんじゃないかなっていう感じですね。こんな感じで仕上がってます。ガズ L と一緒に並べてこのぐらいかな、こんな感じになってますね。あ、すげえいい感じ、なんか力強いよねキューキットのこのすだちのグッとした感じって、アニメとか設定画からそのまんまこう飛び出してきたみたいな感じがとても好きです。といったところでですね、ダブルゼータのキューキットのガズ L ガズ R を作ったよっていう動画でした。ここまでご視聴ありがとうございました。この動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。もし動画が面白かったらチャンネル登録でも高評価でも何でもいい。諸君らのワンクリックをよろしくだね。有料したる諸君らのワンクリックこそこのチャンネルの最大の救いとなりうるのである。キックジョン。